皆様はじめまして、こんにちは、こんばんは。 MM チャンネルのみーです。今日はぷよぷよテトリスの体験版をプレイしていきたいと思います。はい、こちらのスワップというモードで、今後やっていきたいと思ってます。いざ参ります。こちらなんですけれども、キャラクターによって強さが違いまして、今のところ一番ルルーが強いんじゃないかと思ってます。で、ゲーム設定をします。私が中辛で向こうを激辛にして、最終的にはこのルルーを倒せたらいいなと思ってます。で、とりあえず今回はまず私の今の実力を見ていただきたいと思います。スワップというのはテトリスとあとピヨピヨとこんな感じで入れ替わりながら進みます。なんとなくお気づきだと思うんですけれども、私はそんなにうまくないです。あ、間違えた。風神客さざい。だいぶ無言になっちゃいますね、これやってたら。なかなか見ながらやるのって難しいんですよね。解けた、チェンジでしろ。剥がしょう。
返却チェンジでしろ。てや、ゴー破顔症友人客解けた。てや、ゴー解けた。おっしゃりました。コサイン会いたかった。解けた。破顔症私の方で連鎖してくれて解けた。でこっちにテトリスの方に積み上がっていると破顔症勝機は破顔症感じなんですけど解けた。チェンジでしろ。いけるかな。解けた。消えちゃった。入れてきた。ドン神道滅却友人客鉄拳制裁会社の方出よ。おっしゃりました。会社の方次は予習してきます。女王の鉄拳いかが。はい、こんな感じでですね、まだまだルルーには勝てない感じなんですけれども、こんな感じでいつかルルに勝つことを目標に今後このぷよぷよテトリスをやっていけたらなと思ってます。はい、ということで今回は一旦ここまでにしたいと思います。次回はですね、他のキャラクターで私でも勝てそうなキャラクターがおりまして、一旦そのキャラクターを目標にしてここからステップアップしていけたらなと思ってます。なんかこの女の子勝てるんじゃないかなぐらいな感じだったような気がします。はい、ということで今後ゲーム下手くそな私がどれだけ上手になれるか頑張っていきたいと思います。それではまた見てください。ありがとうございました。バイバーイ。